これより新人戦決勝を行います。勝つのは私ですが。いいえ、私は。さあ決着をつけましょう。ええ、私は絶対に負けない。オーガスイッチだ。バタフライエフェクト。アリアーヌ、言ったでしょ、あなたは私に届かない。ねえレイ、何が起こってるの？あれはあれはおそらく概念干渉系のオリジンだね。概念系？カオス理論のバタフライエフェクトが起源だと思う。世界でも使い手はほぼいない。非常に特殊な魔術だよ、コーザリティの操作。本来この世界に顕現するはずだった因果関係に介入し破綻させ、さらにそれを別の因果につなげて上書きしているんだ。だからアリアーヌちゃんはどんなに頑張ってもアメリアちゃんに攻撃は当たらない。要するに今のアメリア選手は無敵ってことですか？それはどうかな。アリアーヌ、もう終わりにしましょう。私は絶対に負けませんわ。バタフライエフェクト。